はい、皆さんこんにちは、ミスタープランクスです。はい、今回ですね、はい、iPod mini のバッテリーが届きました。はい、今度こそ本当に iPod mini のバッテリーです。はいはい、いや、やっと来ましたね。 Amazon で注文して本当は 1、2日で届くはずなんですけど、なぜか3日4日かかって、はい、まだかまだかと思っていました。はい、では早速開けていきたいと思います。今度こそこのあれであってほしい、 iPod mini のバッテリー。はいはい、こちらです。はい、こちらが iPod mini のバッテリーになります。はいはい、工具付きで約お値段1400円でしたね。はい、裏は全部英語で、まあ多分これ、どこのメイドインなんだこれ、よくわかんないですけど、はい、はい、というわけでやっと来ました。はい、 iPod mini のバッテリーです。はい、じゃあ早速開けていくことにしましょう。よいしょ、まだ使わないというのに、今まだテスト期間中なんで結構あれなんですけど、はい、ではまず先に説明書から、ユーザーマニュアル for バッテリーインフォメーションってね、はい、iPod mini のバッテリー交換の、まあ、説明とかなんか入ってますね。英語なんでよくわかんないんですけど。まあ、これネットとか見た方が、まあ、わかりやすいんで、はい、そちらを参考に。で、こちらが iPod mini のバッテリーですね。はい。結構ちっちゃいです。はい。なんか 3DS のとかと違ってなんか、で、ここに端子がついてます。はい。で、こちらが工具2つセット。で、こっちが、なんだ？プラスドライバーで。で、こっちが、マイナスドライバーです。というわけで今回ですね、こちらの iPod mini のバッテリー紹介でした。それでは皆さん、さよなら。